こんにちは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。こんにちは。ということで、レッスンが今終わって、ちょっと今からメイクをしたり、なんだかんだしたりっていう感じでございます。そうなので20分ぐらいで今日は終われたらいいなと思ってます。寒い。このあとはなんだっけ、スモールワールズなので、そう、楽しみに行ってきたいと思います。お腹空いちゃった。今日まだ何も食べてないのにし、お腹空いちゃった。お昼ご飯どうしよう、何食べようかなって迷ってるんです。そう、朝からこれで乗り切ってる今日は。選択肢はあるんかい。牛丼か、マクドかかな。そうなるね。あと何あるんだろう。そうね、今日はその2つかな、いける範囲で言ったら。そうね、もうあとたい焼きかぐらいになっちゃうな。お、ママだ。そうね、あったかいおうどん食べたいけどな。でもおうどん食べれる場所がないからさ。そうなのよ。牛丼かな。今日はマクドの気分ではないな。なんか相撲あれで食べないなって。食べれるの？でも夜だもん。夜まで我慢しないといけなくなっちゃう、食べたとて。そう、まだ朝お昼食べてないから、まずそれを摂取したいの。そう、なんか知った。牛丼かな、お味噌汁の甘。ふって作るとかは、そう、この時間そんなないのよ。言うて配信が夜からだけど、そうなのよ。めちゃめちゃ、そう、おいしいまんね、めちゃめちゃ時間あるってわけではないのよ。案外
言うてもうメイクしてご飯食べたらもういかんなってなるから充電器持ってきてたもん、ね、充電してなかった。よいしょ。寒いね今日。もう雪降っててさ、びっくりしたよ。そう。あれ。この間までのあったかさ何やったんと思って、そう大味寒い、あったかいアウター着てるけど寒い、うん、春はいつ来いと、ほんまそう、今日だけこんな寒いの、関西は降ってないよって、降ってないのもいいじゃん、なんか冬でも大西そんなさ雪降ってんの見たことなかったのにさ、東京春やのに降ってる。でもなんか今綺麗そうやな、もう桜も咲いてるけどさ、もうちょっと緩やかな雪とかやったら写真とかね撮ったら綺麗そうやったね。あれ隣でユリナショールームしてるでって、えっ仰天仰天、仰天に来てってじゃあ言って、仰天来てよ、どこにいるの、よってなんかすいたようにし来てほしいタイプ、そして自分から行かないのよ、お家とかでもお家呼ぶタイプの人間だからさ、人ん家行かないのあんまそうそういうことよね今日はユリナちゃんがどっちタイプかだなって、ユリナちゃんっていいよね、なんかさめっちゃ前にさ、あの仰天が仰天って呼ばれるのそんな好きじゃないみたいな、うえあー来た仰天や配信やってるのね、そうやったー、イエーイ仰天が来てくれたイエーイ、大西やったよな、誰がやんでもやろうって思っとった、え、そう撮っとったけん、そう、なんかすごいガタガタそうなのよ、我が立ってたの、やっほー、そう、さっきまで一緒にレッスンしててんなね、やっほーこないだのあれぶりだね、おー、ちょいしっけ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 、あれがシルパラ以来だ、シルパラぶりや、イエーイ、ついこないだです、誰かとショールームするのめっちゃ久しぶり、えなもえなもなんかさ、なに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 、怖い怖い怖い、え、なになに、前にやったのあん時やなと思って、え、あん時一緒にショールームしたの、そうなのよ、懐かしい懐かしい
そうやそうや、そう、まあ、一定距離保ってるから。そうやな、ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンスをちゃんとしてる、マスクもしてる、そう大丈夫です、あのちゃんと消毒もしてますから、ね、あ、さっきシュシュしてきた、そう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 、大丈夫よ、うん、トマト食べたのも1週間前って、そうだ、いやほんまよ、トマト食べたの、うん、びっくりした、すげえと思った絶対無理やねんけど、トマト食べへんかった今日って、うん、食べんかっただってもうトマトの原型とどめてないようなちっちゃいやつでも食べてないもん最近、何もそやな、うん、言ってたもんね、ミネストローネも無理なん時さ仰天がさ、おいしがなんかミネストローネならいける話をしてて、うん、でその後トマトがさ出てきてさ、仰天がだってこんな本体じゃなくてミネストローレでも無理だもんみたいな言ってて、うん、そう、あ、言ったな、そうや、そうや、そう、ミネストローレ言ってた、うん言ってたっていうのがあのね、ツイッターにハッシュタグ渋パラで載ってた、うん、マジ、そう、やばミネストローレって言ってる業ってやば、全然気づいてなかった、そうマジか、やばいやつやん、ただのミネストローレでも分かるもんね、ミネストローネやん、うん、本物っていうのは分かってるから、分かってるよ、分かってる、滑舌が悪かっただけだ、噛んでたんや完全にミネストローレそう、その時は噛んでることにも気づいてなかったけど、全然気づいてなかったからさ、あ、ほんま、ほんまかと思って、そう、お腹すいた、ご飯食べた、うん、昼はまだ、でもなんか家出てくると前に食べてきた、うん、そうそう、なんかついた、もう何も食べてんねやろ、まだ食べてない、やば、寝てた、そりゃペコリンだぜ寝てた、ギリギリまで寝てた、おにし今日縮小は今でも使ってるけどな、いや、いいんだよ、伝わればいいんだよ、だって何が何とかないから、そう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 、言ったそれがもう正解だから、そうそうそう、そうだよ、寒いね、なんかそれさ、この新しいの追加されてんな、ね、なってないね、なってる、なってないななんでやろなあれ、なってないな、タブレットの方なってんねんけどな、あ、アップデートしてないか、あ、かもしれん、そこだけんかね、これね、面白いけど、ちょっとね、何回目か分かるっていう、そう、初め、あ、初めましてだったか、ね、何回目の訪問ですとか、あれこれなくない、ミュートだって、ほらアップデートしてないねんな、ミュート、これミュートできる、え、すごい、そう、え、めっちゃいい機能やん、これ危ない、よしよし、あー危ない危ない、いや本当大西のファンの方はいい人だなって話してたんだよね今ね、本当そうそう、いやもう本当素晴らしいファンの方ばっかりでね本当にあの短い短期間にそうそう、あの時間でもうすごくいろいろね、すごい、あ、でも確かに、そしたらなんか会った時にピュッてできていいな、そうなのよ、あ、まあ、そう、なんかよくさあるじゃん、うん、あるある、あるやつとか、うんうんうん、だからちょうどいい、確かに、あとここ開ける時とかもさ、うんね、ちょうどいいのよ、今までだってさ、あーあーみたいな感じだもんな、あーあーってさ自分でやるっていうな、そう、ミュートできてたから、そう、これめっちゃいいわ、やっとこう、アップデート、珍しい組み合わせやって、え、そう、珍しい、でもね、確かに表だってさ、あー、表だってはあんまないかもしれんな、ないかもだね、それはあるかもしれん、そうなのよ、うん、チーム4でも一試合しな、そうな、あれ今度どこ K、 あー4やろ、フォー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 やよ、ねえ、ま、よ、羨ましいよ、フォーフォー、いいじゃん、結構フォーから K 行った子多くない、あやねも K やな、うん、あ、2人かじゃん、高橋も K、 ズッキーも K になった、あ、そうやそうやそうや、ぐらい、あと浜、ああ、あ、多くない？そう考えると多いかな、うん、だってセリカさ、ええやろ、
それか、ね、何 B やろ B ルンちゃん4かルンちゃん K じゃないあれ4かあれあと誰いたっけ初期はそんぐらいか、うん、ヒカルン B いったもんねあそうねハッツはハッツ4か4じゃない4のままか違うかなサヤリンサヤリンはどこ行ったんもう次のチームのさあれがさなさすぎてさえそうなんよマジで絶対わからん全然入ってきてないのよねそう自分あのフォンに誰がおるとかマジで把握できてない前ね一瞬一瞬レッスンできてたけどねあったななくなったしなコンサートサヤリン A やってあ A か似合うわうん A っぽい、うん、夢見る4やったっけあそうやな、うん、夢見るねそう全員4になったんだったもんなフォーム言うてまあちょっとコロナ挟んだけど4年やろ、ね、4年やで4年手つないでても長いなあもう先生こうたわったわったそうかわったよお疲れ様じゃんこないだやってきたばっかやないやまだやもんなそう次だ なここ同じポジションやからな一緒になることないのよ な全然一緒に出たこと1回だけあるぐらい何のやつやったっけなんかね、まだ16人の時にお家がアメピーあった時があって、うんうんうん、その時ね、一緒にやった16人か16人ってめっちゃ前やな2年とかめっちゃ前そう、ね、3年前やもんなめちゃめちゃ前そうポジかぶってるとねあれでも16人の時って一緒のポジやっけいや違うよね違うわ私ルンちゃんやったえじゃあ16人の時は普通に出てたんだ普通に出てたんやなじゃあ8人公演になってからもう出てないんだそうやそうやそうや、そうなのよそうやよそうやよポジション一緒やったらもうほんま出ることないよね一緒にもう何かがあってポジション違うの覚えてくださいって言われん限り、うん、出れん、ね、あそうね16人の時はランリーと一緒やったうんうんそうそうリラと一緒やったどこだっけうち、うん、アメピーの一番端っこの人とランディってそこやったんやそう下手の人とだったなそうかそうそうへえ村山チーム4最高でしたってねいえほんとよ寂しいよほんとになんだかんだな4は強かったからなあのもうユーナーズキーを筆頭にねいやもう居心地がさ だんだん良くなってきててさそうなんよなあもうええ感じって思ったらもうバーンそうやねなんかさすごいさもどかしいのはさなんかさほんと最初はさみんななんかみたいな感じでさ仲良くなってきたなと思ったらまた会わん期間がすごく長くなって、うん、でまた久しぶりやからあっみたいなって、ね、でまた仲良くなってきたなまたこうなってもうフォーってのはずっとその繰り返しなんよそうでようやくねなんかそれもさ落ち着いてさ、うん、なんかそんなにねよかったのにまあ人見知り多かったよねだってもう言われてたぐらいやもんなうん人見知りのチームってだって4の第一印象人見知りやろみんな絶対うん絶対そうだと思うなスタッフさんにも言われてたもんな人見知りが多いってうんまあそうなるよねそりゃそうよねうんでもねえ悲しいわねえピエンだよねえゆりなちゃんも人見知りでうんゴリゴリの、うん、ゴリゴリのゴリゴリの人見知りですよ私でもまだ喋れる方よね行ってそうね喋、うん、れるようにしてる、うん、もう本来だったらマジで一言は喋りかけられる かけられん限り絶対喋らん人、ね、同じくでもやばいなと思って喋、うん、るようにしてるそうなるよねそう
新チーム4は人見知り減ったのかな、どう、まあ、下もわかんないしね、うん、そうね、どうって言われたら、まあでもその村山チーム4より人見知りメンバー少ないんじゃないかなとは思うけど、まだね、言うてそこまでチームでね何かやってるってわけじゃないからな、おめぐとかいるしね、だってそう、めぐさんとかもいるし、なんなら七瀬とかもいるし、ああそう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 、長友ちゃんとかもいるし、賑やかにはなりそうね、そう、割とね、あの多分仲良くなれば割とワイワイしてるチームかなっていうのは思う、うん、まだそこまでちょっと行ってないけど、あそうだね、うん、どうです、 K は K？ でも K、 元 K が多いよな、 K って、うん、そうよな、もう K って感じでしょうね、うん、すごい、だってあの発表あったやんか、すごい騒がしかったもんな、 K、 もう行った瞬間大丈夫かな、え、しかもあの時さ、あのジョンマイラブメンバーがなリモートやったからさ、結構大西がすごいポツンってなってたんがさ、大丈夫かなと思って見てて、もうブワーってなったからさ、あの時そう見ててすごい心細そうな顔してたからさえ大丈夫かな、あそこはねまだね、その服部とかさ、あやねとかがおれば全然さ、浜とかもさ、ね、おったらあれしたらよかったけど、綺麗にみんなあっちゃったからな、そうポツン、そう周り全員元 K みたいな、そうだからね、その元メンバーがやったやったみたいなのやってたからさ、そうおおってちょっとね外から見てても思った、もう本当なんか転校生って感じ、うん、いやもうどう考えてもそうなるよ、絶対絶対あれはなる、ね、いやでも明るい人やっぱ多いなって思う、うん、目が、あーまたまたね、うん、仲良くなったら楽しそうよね、そうね、もし目が暗いからさ、うん、わかる、なんかそう元の、うん、元々が陽キャか元々が陰キャか、陰キャが頑張って陽にやってるからさ、もう元陰キャ側からするとさ結構ねハードル高いね、そうなのよ、体力ともテンションとも、そう続かなさ、そうパリパリピだ、そう、そうなかなかね消費量がすごいからね、そうなると、そうなのよ、だからこれからちょっとずつね仲良くなっていけたらいいなと思ってるよ、うん、まだね何も始まってないからね、始まった、多分新公演のレッスン始まってきたらね、だいぶねみんなとっていうのがあっていろいろ分かってくることも多いんかなって思ったりもするけどね、あ22分何分までする、うん、今何時やる、何時ですか、何時だろう、2時半、あ2時半、じゃあもうちょいやろうかしらね、オッケー、じゃあもしあと5分で終わるわ、オッケー、次ありますからね、いやメイクしてくるわ、ちょっとそうだね、うん、じゃあまだね15時過ぎはいいわよから、そうか15時過ぎ15時20分からやけん、あ次、うん、あ開くね、結構開くの、あのね待機中です、待機なんで、ご飯食べるの、ご飯、うん、お家帰ってから食べる、あとね帰りにスターバーに行こうと思って、あスターバーに行くのそう新作飲もうと思って、今前出てんの、なんかフルーツのやつ、ミックスジュースかコーヒーみたいなやつ、そうとミックスジュースがあって、あなんかミックスジュース飲みたくてさ、いいね、さカロリーの爆弾を摂取してくれ、美味しそう、最近絶対美味しいよ、そっか最近出たやつよな、うん、ほんとつい最近出たやつ、ね、あめっちゃ人気でほぼ売り切れてるよ、え嘘マジ、えー、じゃあワンチャンないかもしれん、えどう、お昼やでまだ、やばくね、えーそんなに、そうそうなの、売り切れてたら泣くわ、そしたらもう家帰ってドカ食いや、おかしいドカ食いやって、私のドカ食いや、ほんなら家切れてたね、そう白いで、最近カフェモカめっちゃ好きなの、えカフェモカってどんなんやっけ、なんかチョコの味するよ、え美味しい、そうなん、うん、あんまり飲んだことない、チョコとココアみたいな、あ、ココア系か、それ美味しいわ、うん、あ、コーヒーとココアやって、あ絶対美味しいやん、もしなかったら飲んでみて、カフェモカ、カフェモカ、カフェモカとホワイトモカが美味しいことに最近気づいた、ホワイトモカ、ホワイトモカも美味しいよ、ギョテ好きそう、飲んだことないわマジで、なんかね、甘いあったかいやつ、優しいみたい、うん、あ、そうね、あ冷たくてもあると思うけど、いいな、今日寒いし、うん、やってよ、
今日はホットじゃないって、まあ、確かに今日は暖かいから、今日寒い、暖かいのがいいよ。寒いよ。マジ今日寒い。もうだって外出たら雪。ああ、外出たくないお兄さん。そうよ。いや雪、しかも風強くてさ。そうなのよ。めっちゃああってなる。冷たいのよ。足全部濡れる、なんか傘さしてても。わかる。なんならもう風すごすぎて濡れてるからな。うん、そうなのよ。あれみたいな。びしゃびしゃ。大変、一気に気温下がったね。ね、なんか春らしくなってたはずやのに。ね、春らしい、どこ行った？あ、ゆりなさんコーヒー大丈夫だっけ？あんま飲まん？でもさ、スタバ飲んでるからな。そうか。コーヒーは飲まんよ。あ、けどなんか、ね、スタバのやつってコーヒー入ってるやん。うん。それは普通に飲む。いいよね。なんか最近再ブーム、なんか自分の中で。お、それが？うん。なんか昔さ、初期の頃さ、エイトの、うん、なんか新幹線乗り場にさ、うんうん、乗り場っていうか新幹線乗るところにさ、スタバがあってさ、あるあるある、で東京のスタバ寄ってるみたいな。うん、わかるよ、わかる、わかる。絶対そう、関西メンバーはね、うん、ほぼみんな絶対スタバに寄ってから新幹線乗るっていうなんかルーティーンがあったのよ。そう、かっこよくて。で、そう、その時以来かも、なんか最近ずっと行ってんの。え、結構じゃあもう本当に久しぶりやな、そのブームが来るの。そう。でも自分もやってたで、あの空港であるんよ、スターバ、うん、めっちゃ寄ってた、時間あったら。あれ、寄るよね、なんか寄ってた、めっちゃ寄ってた。そうなのよ、なんか寄っちゃうのよね。なんなら割とずっとスターバ好きかもしれん、自分。そう、うん、ちょくちょく飲んで、甘いの好きやったね。新作とかめっちゃ飲んじゃう。いいね。高いし、カロリーやばいしな。いやぁ、本当にマジで飲んどってあれやけど。最近ダイエットしてるとか言っててさ、もう全然さ、できてない。大丈夫よ、マジで。宣伝もこのまま出すタバあるのよ、お家で飲めるスタバみたいな。すごい、それ買っちゃってさ、もんじゃん。大丈夫よ、うん、大丈夫よ。まあ、多分大西が太ったっていうのが、うちが痩せたよりもっと細そう。どういうことやよりもっと細そう。よし、じゃあ我はちょっとね、うん、メイクしてくるわ。いってら。ありがとう、わざわざこっち来てくれて。いいよ、全然全然。え、このまま呼んで大丈夫そう？あ、うん、どうぞ、うん、すみません、ちょっとじゃあ一瞬だけランキング読ませていただきます。失礼いたします。全然ですよね。ちょっとじゃあ、あのランキング読ませていただきます。いきますよ。1位、コバットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がイチオシ ABS さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がぷいぷいはるかアットマーク、寒い日はももちゃんに温められたいさん、ありがとうございます。イエイ。そして、7位がつよしさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がきょうたんマリリストさん、ありがとうございます。イエイ。そして、9位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が MM ルールズアットマーク、岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がゆきまさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がスパアットマーク千葉先のアットマーク平野桃音、うん、かなって合ってるかな。さん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということで、じゃあちょっとこのまま終わらせていただきます。すいません。じゃあちょっと終わりたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？宇宙の色です。と、宇宙の色っていうのは具体的にどういう色を想像して宇宙の色っていう風に。そうですね、やっぱり青に白にグレーにいいですかね。グレーはそれは何の色なんですかね。地球、宇宙なんで、うん、なんかやっぱりちょっとドヨンとした感じを表してグレーかなと。
じゃあ青と白とグレーっていいですか。そうですね、よろしくお願いします。宇宙の色ではなく青と白とグレーのこの3色で大丈夫ですね。じゃあよろしくお願いします。了解しました、はい、受けたまわりましたこの3色ということで。でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆さん本当にありがとうございました。ではメイクしていきます。じゃあねー、バイバーイ、バイバーイ、ありがとうございました。